S サイズでこれわかるかな、大きさ。 S サイズでこれめちゃくちゃでかい。日本の Mac だったら L よりでか。いや S で十分だわ。じゃーん、うまそう。ステーキサンド S サイズでこのポテトの量は M と L 来たらどんだけ増えちゃうんだっていう。いただきます。うん、美味しい。なんかラウンドワン肉みたいです。スポッチャってスポーツチャレンジの略だったらしいよ。車これは高田馬場エリアには搬入できないな、でかすぎて。ビッグキャットも無理だよね。シャンパンでも開けたくなりますね。これから空港に行きます。狭めの居酒屋ぐらいの広さある。全然シカゴに着きました。わざわざすごいかっこいい。シカゴに着いてご飯を食べに来ました。あー、あったかい。スモールアイスティーレモン頼んだんですよ。で、色がどう見てもそう、匂いはめちゃくちゃレモンなんですけど、これティーじゃないだろうってぐらい黄色いんだよな。これね、レモンジュースみたいな。どういうこと？え？これレモネードみたいな。これがティーで。これ飲んでみる。うん、これ今別の前で、うん、それレモンなんだよ。レモン、ね、絶対間違ってんだよ。レモンとティーが来てんじゃない？レモンとティー来ちゃったよね、うん、スモールコーク来てないよね。まあいい
けど、まあいいよ、いただきます。ビーフサンドイッチ、うまそう。ちょっと辛いらしい。いただきます。あ、うまっ。結構胡椒が